ヤホークにちはサイコです。東京でボーカルコーチやっております。レッスンの申し込みは下の概要欄のホームページからお願いします。はい、ということで今日はストレイキッズでございます。ちょっと今更ですかみたいなタイミングなんですけれども、リーブのね、ステージビデオが上がっていたということで、私これ全然知らなくて、前回ね、レコーディング映像出させてもらった時に、実はリーブのレコーディング映像ちょっとボツってしまったんですよってお話をしていたら、よかったらステージ映像上がってるんで、そっちでもよければぜひ、上げてくださいみたいな感じのコメントをいただいて、マジかと、ちょっとリーブフルで聞いちゃうよってね、楽しみじゃないっていう、そういう話で今動画撮っております。はい、ということでちょっとレコーディング映像でちょっとボツってしまったんですけれども、ステージのビデオでですね、リーブ存分に堪能していきたいなというふうに思っておりますので、ぜひぜひ皆さんもね、お付き合いいただけたらなというふうに思います。ということで早速見ていきましょう。はい、ということで最初ですね、イヤホンで聞いていこうかなと思っております。通しで聞いていくので映像ね、見にくくなってると思うんですけれども、よかったら皆さん別の機械とか用意していただいて、同時に再生ボタン押していただけたらなというふうに思います。はい、それでは再生ボタン押していきます。カウント入れます。 3,2,1。 今回日本語字幕にしてるんで楽しみ。それも相まっていいね。あら、見目麗しき。あー待って、気持ちいい、気持ちいい。はいはいはい。なんて言うわ、ジャマン。ファミリー、ねえ、最高。うわー、染みるー。やばー。最高。いや、やば。アイエンのこの力の抜けたね。あー、ヒョンジュ君。やるよね。ビリちゃん。I'm in bed. I'm okay. 素敵。もうねえ、リーダー、リロちゃん、素敵。あれはね、エンモ、待って、ありがとう。うわ、やばいね、ライブ。いや、ちょっとヒョンジンくんの魅力も最近やばいんだよね。ビリちゃん、いや、素敵だよ、マジで。やだ、やっば、キョンナーバーがやばいの。 Next to me。 あ、立ってるじゃん。やだ、なに、台から降りたの、いつの間に。いいね、このアイエンのね。わかるよ、みんなの気持ち。なんちゅう声、なんちゅう声出したのよ。マジで好きなの、私この曲。もう無理なんだけど。いや、やば。もうちょっときついって、みんな教えてくれてありがとう、マジで大好き。本当にやばい、本当に声でかくなってなかった。
なってたよね。ごめんなさい、うるさくて。はい。ということで、もうちょっと最高すぎた。え、鳥肌立ってる、マジで。いやー、ちょっと染み渡りすぎ、マジで。まず、この、入りの、この、入りよ。だいぶ喋れなくなってる。入りのね、染み方がやっぱエグくて。くー、これはきついなー。こんなのライブで見たらさ、ちょっとやばいでしょ。このさ、この最初のこのギターのさ、しっとりな感じはいいんですよ。もうそれはそれで。なんだけど、こっからさ、また音がぐんと入ってきた瞬間のこの染み渡り方。見て、チャンビナー座るの。ねえ。もう座るのよ、この感じ。なんかこれでも、それこそさ、アイコンのオーディション、ミックスマッチとかだったかな。あれの舞台で、Long time no see, na 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 to get in and ne っていう曲あったの覚えてます？ Long time no see っていう楽曲かな。なんかあれを彷彿とさせるというか。あの時代の私にはもうゴリゴリに刺さるっていう。もうこのなんか座ってる感じとかもゴリゴリに刺さってるわけですよね。もうこの見え方で最高っていう。この、Oh baby please からのこのドラムの入りとかも気持ちええわ。大好き。本当に最高に癒されるんだけどね。大丈夫？なんか、ハゲてない？大丈夫？びっくりしちゃった今。すいません、なんか。メレジマまで入れんだよね、もう。何なの、すみな。いい声すぎる、マジで。本当に、この、彼の冷たいアルミのような質感の音というかね、これ、この金属っぽい感じっていうか、硬めのね、好きなのよ。サランヘッドマムって、このしゃくりがね、2回続く感じとかも大好きですけどね。ウォッチマン、マンの入れ方が重いんですよね。好きなんですよ。好きなんですよ。何回も言いますけれどもね。はあ、大好きですね、これね。切ないのよ。アイエンがね、ずーっとなんか、心にぽっかり穴が開いたような声を出すわけですね。どうですかって話なんですよね、もうね。こんなのギュンギュンでしょっつ。本当に。ちょっと切ないっていうかね、寂しそうな声で歌うのよ。好きでしょって話なんですよね。好きですって話なんですよ。うん。この後ろの方にちょっとパピプペポ系の歌詞がまた入ってきて、なんていうの？破裂の楽しさとか、チャンビンくんの、まあ、得意な感じですよね、この感じはね。っていうのも入れつつ、結構また声のトーンとかは、やっぱ落ちてるので、しっとりな感じなんですよね。写真にアップさ、ここら辺の声もちょっとこう絞ったような声にしたりとかして、ちょっと音変えてたりとかもしていいんですよね。もう始終、耳が幸せ。この、ダラン、ダラン、ダラダラっていうこのリズムのね、作り方が、またハニハニと、このチャンビン君だと違うので、そのあたりもめっちゃ気持ちいいんだよな。それぞれでとっても素敵なニュアンスで歌っていくんですよね。こう息漏れっぽい感じっていうかね。このね、ヒョンジンくんのちょっとなんていうかねじるっていうか口腔内をまあちょっと狭くするんですよね。そうで、それでちょっと尖らせてラップしていく感じが結構やっぱ面白くて、聞いててね楽しいなって思っちゃうね。こういうトーンが下がった時でもそれやってくるんで、そこがこう結構なんていうのかな、ちょっと闇属性なんですよ、ヒョンジングって。私の中では完全に闇属性なんですね。闇属性の結構闇系男子みたいなところを私は感じ取ってるので、なんかそこのそのなんかひねくれ方があるっていうか、声にね。
声にそういうなんかひねくれ方がね、ちょっと乗ってる感じがして、すごいまた独特な毒気のある音になってるんです。これがまたねいいなと思って、最近またちょっとヒョンジンくん、あららら素敵じゃないですかっていう風になってるんですよね。聞いた？この、だからさ、この闇属性と光属性がさ、交互に来るわけですよ、これ。ね？わかるでしょ？ピリちゃん、どう考えても光属性じゃないですか、こんなのね。もう光放っちゃってるわけなんですよね。本当に、このまっすぐでさ、嘘のつけない感じっていうか、歌声に。この二人がね、面白いね、この交互に聞こえてくるのね。素晴らしいですね。闇属性と光属性の使い方が本当天才的ですよ、これね。もうこの方ですよ。マジで。なんか、パンちゃん先生はさ、本当にかっこいいわけね。なんか急になんか音の話するのかと思いきやね、なんか急にかっこいいとか言い始めるんですけど、マジでかっこいいんだよね。どうするね。マジギュンギュンなんですけど、大丈夫そうですかって話。で、声も切ないのよ。このなんか大人の男の切なさっていうかさ、わかるでしょ。キュンナーバーのこのキュンの時にちょっとね、こんな感じで泣くんだよね。これね。ベンチへあんじゃー、ここもちょっと泣くのよ。切なくするのこの人ねえっていう、ねえっていう話。マジでバンチャン先生マジで素敵。あとこの Lonely, このわかる、たんちゃんなんちゃんなのメロディーが最高に美味しいっていう話です。本当に大好きなの、ごめんなさい。もう大好きな曲がね、目の前にいるとね、こうなっちゃうんですよね。大丈夫かなって、動画をこう編集してる私が多分なんか苦笑いしてるのがね見えるんですけれどもね、何言ってんだこいつみたいな話で、いやでも素敵なんだよなこの曲。 Next to me、ありがとう。でも最近私もね、リノちゃんに完全にもうなんかぞっこんというか、素敵、歌が、なんかさ、結構不思議系男子だから、ちょっとこう理解できない部分みたいなさ、でなんかなんていうの、何言ってんのこの子みたいな、そうなんかそういう感じの部分があると思いきや、最近なんかリノちゃんのなんだろうね、歌楽しいのかな、リノちゃんすごいね、歌を聞いていて、彼のなんて言ったらいい？真面目というかひたむきな感じっていうのがすごい伝わってきてて、なんかキュンキュンしちゃうんだよね、それに。元の性格がどうで、それが好きとかっていうことじゃなくて、なんか歌に対しての感情がすごいいいなと思ってて、それになんかキュンキュンしちゃうって感じ。リノちゃんっていうね、最近もなんか出てましたけど、聞きました。あのオーディオで出てるやつね。めちゃくちゃ素敵だったの、そっちも。いや、ちょっと。大好きなの。はっていう話、マジで。ハニハニ、良すぎない？甘いのよね、ハニハニの声もね。こういうバラード系の時の歌って。Oh baby please。 このベイビーでなんかやってんだよね、これ。何やった？Oh baby please、 ちょっと上から撮るんだ。これ多分なんか他にはないニュアンスなんじゃない？どう？ Oh baby みたいなやってなかった気がするから。これなんかすごいボコッと音が聞こえてきますね。で、please のね、入れ方も好きなの。すごくいい音。ここ。切ないったらあれしないっつう話なんですね、マジで。本当に許してほしいんですけど、マジで。どうします皆さん。え？シガンの、わかる？この、もうなんていうの、シガン。なんかね、シガンとか言わないです。シガンみたいな、こうなんかね、ひねるんですよね、なんか音をね。これが美味しいんですよね。シューターとかも、シューターって言わないですよ。チャーみたいな。こういうなんか、ひねり方をするんですよね。これがね、美味しいんですよ、ヒョンジンくん。
この純粋な音ね。すごく好き。まあもちろんラップではさ、もっとこう、こうしてみたいな、グワオみたいな感じでしてとかさ、言われるから、今、ピーちゃん出てきますけど、これね、もっとね、なんだろう、もっと、裸の状態のまま、一番最初のピリちゃんの歌は多分もっとシンプルだったんじゃないかなって思うぐらい、ごめんなさい、もうほとんどそのレコーディングの映像の記憶がほぼないのでちょっとあれなんですけど、マジでこのなんだろうね、このまっすぐさっていうか純粋な感じ、これ全然違うんだよな、またヒョンジンくんとね、このだからやっぱり組み合わせてくんのよ、ここは抱き合わせなんだよ絶対、闇属性と光属性。もうだから、バンチャン先生分かってるよねっていうね。スリラちゃん分かってやってるよねっていう話なんですけど。素敵。このレナちゃんのさ、結構力抜けた、まあ結構低い音やってますけど、こういう力の抜けた系の音もまたいいんだよね。なんか、オッケーとか言ってる彼もさ、思い出しちゃうんだけど、なんだろうね、この二面性っていうか、すごいなって思う。ダンスはどうなんだろう、ダンスすごい上手な方って言われてるじゃないですか。ね、そのあたりの彼のダンスの中でも二面性があったりするのかな。このオッケーってやってる時のリノちゃんと、この踊ってる時のリノちゃんがまた全然違うみたいな。そう、なんか気になる。リノちゃんはなんか不思議キャラでもあるのに、すごいこの歌に対しての興味っていうか姿勢みたいなのがすごく純粋で、なんかね気になっちゃうんだよね。ギターもこのなんか表面でこうメリメリって聞こえるさ、表面でメリメリってどういう表現っていう話なんですけれども、表面でメリメリした音聞こえるんだよね、この声の層のペリペリみたいな、メリメリみたいなさ、冷たい音がするのよね、これたまんないね、スミナマジでやばいんだけど。キュンナーバー、このナが好きなのよ。これさっきも言ったっけ？キュンナーバーが好きなんだよね。なんでこんな好きなんだろう、私。キュンナーバー、このね、ナが早いんですよ。だから、そうなんだよね。スンミンって、スンミンくんは、初速のスピード感みたいなのが、言葉に、ブンっていうこのスピードが速くなる瞬間が入るんですよ。そう。それがね、結構かっこよくて、他のメンバーにはあんまりないテイスト感。まあ、あったとしても、この音質で聞こえてくるからより相性がいいので、結構こう、なんていうのかな、細く、早く、キーンと入ってくるみたいな感じなんですよね。なんかもっと柔らかい声の人がやってもそんなに、目立たないような音が、スンミンくんの声だからこそ目立つみたいな感じ。そう、この感じがやっぱすごい彼の持ってる独特な音質と、歌声のニュアンスっていうところになってて、これがね、好きすぎて、その子代表例がこのキョンナーバーなんですよね、マジで。素敵。Next to me。なんかどこまでも遠くへ飛んでいきそうな歌声で、ほんとたまらないですね、これね。この、ラララララが、これ最初のエッジボイスがポイントですからね、これね。アイエンがやってたのね。ちょっと寂しそうな声でやるんだよね。ね、なんか心にぽっかり穴が開いたって、もうほんと失恋でもしたかっていうぐらいの、この寂しそうな歌声っていうかね、寂しそうなのよね、これが本当にね。こんなの聞いたらたまんないんじゃないですか、皆さん。大丈夫そうですか、耳。ねえ、怪物がいたね、ここにね。みんなギエーって言ってますけどね。いや、気持ちわかるよっていう感じで、マジでね。これ、怪物ですよ、マジで。この深さ。I'm missing のさ、I'm me のここら辺のエッジどないみたいな。もう、あえて深くしましたよね、みたいな。ね、分かっててやったよねって感じ、マジで。やば。やばいよ。もう私が大好きなね、チャンビナのこの歌声でございますよ。甘いよね、とってもスイートじゃない？マジで素敵。このチャンビンくんの
あの音がさ詰まりきってないこういうちょっとかすれた感じの甘い声っていうのがね、私はもう本当極上だと思っていてですね、非常に美しいなと思って聞いておりますね。Please don't hurt me. この hurt に入る瞬間ですね。ちょっとひっくり返して泣きのニュアンスっていうのが入ってます。切ない。サランヘッド、ここもそうですね。サランヘッド。その H の音ですね。ここでちょっと泣きのニュアンスがまた聞こえてくるっていう感じ。基本的にこの感じがベースなんでめっちゃ素敵なんですよね。ちょっと切なく聞こえるっていう。でこのバンチャン先生のちょっとこうぬるじまってちょっと力入るとこあるでしょね、ここもまた美味しいわけですね。非常にいい音がされているというか、これがねなんか心からの訴えみたいな感じに聞こえてきて、もうこっちとらギュンギュンなわけですねこれはね。あー何笑って、なんで笑ったのっていう、はね、なんで笑ったの教えて、どういうこと、誰を見て笑ったのかもわからないし、どういうことって感じなんだけど、この笑顔だけはマジで真実、最高に美しい。本当に何なの、え、これはやばい、マジで。このスミン君が歌ってるのもいいし、バーチャー先生の笑顔もいいし、ありがとうございますって感じです。本当にもう Here we done とかちょっと笑っちゃってる音すんだよね、もう最高。いいね、ヒョンジンくんいいですね。見るたびにやっぱでも闇属性ですね、本当にいいわ。なんかいろんなカラーの人がいていいと思うし、グループだからね、その中でも結構このダークトーンを担う方の、しかもそれを担う方がまた美女メンバーっていうのもまたいいですよね。癖になるよそれはっていう、うん。1オクターブ下歌うピリちゃんね音域どないなっとんっていうね、マジで Missing you 最後すごい丁寧に歌ってる方がいらっしゃるんですけど、これ誰だろう。いやマジで大好き大好き、もうこの映像はちょっとねしばらく見たいなと思ってます。はい何の宣言だよって話なんですけど、マジで素敵、本当にいい曲、まずは本当にそこ曲がいい、うん、この曲の良さに加えてスキズが持っている甘さの部分、そしてそこにちょっとこう心にぽっかり穴が開いたようなね、アイエンの声だったり、ちょっと闇属性光属性の2人がいらっしゃったり、そしてこうリノちゃんのどんどんこの歌が魅力的になっていく、リノちゃんのこのちょうど変換期にある感じというか、そういうのをまた同時に楽しめて、スキズそう熱いわ、スキズの中でなんかそう熱いわって思っちゃうね楽しみ方いろいろありすぎんかみたいな、うん、マジでそんな感じ、すごくいい動画でした。教えてくださった方本当にありがとうございます。引き続きスキズ注目していきたいと思いますし、ちょっとあのもう一回見た動画をねもう一回見直して動画撮るっていうのはちょっと私の気持ち的にあんまりなんか楽しくなくて申し訳ないんですけれども、ちょっとスキズ今出てるレコーディング映像に関しては今後出す予定はないんですけれども、また次ねあのレコーディング映像上がったら積極的に取り上げていきたいなというふうに思っております。すごくそれだけステイちゃんたちのねリクエストもすごくねたくさんいただいてたりとか、皆さんも一緒に見てねいろいろこう感じてもらえるものもあったみたいなので、そういう反応が嬉しくて、はい、なのでまたね動画が出たら私のチャンネルの方にもね遊びに来ていただけたらなというふうに思います。はい、ということで、公式のリンク下の概要欄の方に貼っておきますので、もしまだの方、投資で見たい方、改めて見たい方もねぜひぜひそちらから飛んでいただきたいなというふうに思います。じゃあ今日はこんな感じで動画を終わります。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。